皆さんこんにちは、イリです。今回も幻灯でとある検証をしていきたいと思います。いきなりですが、このゲームで一番移動速度が速いのは何だと思いますか？幻灯では乗り物や歩けなど移動方法が多数存在します。それゆえどの方法が一番速いのか意外とわからない方もいると思います。そのため今回は幻灯で一番速く移動できるのは何かを検証していきたいと思います。早速やっていきましょう。というわけで第1回最速移動選手権のルールを説明していきたいと思います。今回この競技に参加する移動方法は回避ダッシュ、2613、ジェットスライダーの3種類。検証場所はナビア地域にあるこのよくわからん橋。スタート位置からゴールまではだいたい 100m ぐらいの直線で競っていただきます。それでは第1回最速移動選手権スタートです。